おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんに行ったらね、なんか香ばしいものがいっぱい売っていて、ついついね、お財布の紐が緩んでしまったよっていう動画なんですけども、何を買ってきたかっていうことで、まずね、これ、あのね、久しぶりに NZ クローラーね、あ、置いてあると思ってね、で、見たらこれ、すごい色じゃないですか。ピンク透明。ね。これカラーは、ズバリですね、NZ クローラー、カラーナンバー11ですね、ピンクスケールっていうのね、透けてるからスケールなのかな、これピンクスケールっていうカラーね、あのホームページで見たらこれね、あの新色だよみたいな表記がついていたんで、こんな色今までなかったよなって思ってね、これ買ってみたんですけども、ピンクスケール、せっかくなんでちょっと開けてみますかね。これね、どんな感じかな、NZ クローラーはね、ちょいちょいね、見つけたらたまに買ったりしてるんですけど、このピンクスケールはなかなかいい感じの色じゃないかなと思って。はい、うわー出てきたー、これはいいんじゃないですか、ピンクスケールねえ、下から見るとこんな感じ。いやー、これはなかなかどうしてね、セクシーなカラーですね。うん、いやいやいや、やはりカバーがついていてですけども、いやー、結構 NZ クローラーですね、これ丈夫な羽ですけども、使っているとこうちょっと曲がってしまったりね、あ、なんか箱から出したあの抜群の状態の動きのやつ使いたいなーなんていう時に向けて、そんな安いものではないんですけどね、こうなんか予備をね、買ってボックスに忍ばしておこうかなね。で、結構あの自分色がついてるっていうか透けない色の NZ クローラーしか持っていなかったので、ここで一つね、ちょっとどっかのタイミングで透明系のカラーがね買いたいなぁなんて思ったところ、このねピンクスケールっていうのがね売っていたんで買ってみました。で、改めて見るとこうなんだろう、透けてる NZ クローラー持ってなかったんで、なんか新鮮ですね。こことかこれわかるかな、 T 字にこんな感じでくっついてるんですね、これね。え、ヒートンとかなんだろう、エイトリングっていう感じじゃなくて、このラフな接続を発揮するためにこういう感じのね接続部になっていたんですね。まあ NZ クローラーはねもう出てね結構しばらく経って、ジュニアなんかも出てますから、買って知ったるルアーかと思うんですけど、このね内部構造を見つつ見るとね、最初はウッドなのかななんて思ってたんですけど、あ、いや、プラスチックだよなって。で、改めてこう、中透けてる様子を見ると、なかなかね、こう、面白いなと思って。はい。ね、まずはね、このピンクスケール買ってきてみました。まあ、NZ クローラーなんでそんなお安くはないので、5742円っていうことでね、買ってきまして、消費税入れるとね、6380円ということでね、まあまあなかなかお高いルアーですよね。はい。で、これと買ってきたのがボトムアップのビーブルね、キャスティングって書いてありますけど1375円ですね。で、どんな色買ってきたのよっていうとですね、もうね、はい、赤いのでね、これ4つとも8分の3オンスで赤いのっていうことで、これはですねバーニングシャットっていうカラーですね。うん、やっぱ春先は赤だろうっていうことでね、先日先輩方からもね、ビーブルのね話題になって、何色好きなんて言って、自分なんかやっぱスピナベサイトとかでねビーブル欲しいなと思った口なんで、スモーキンシャットね、あのスモーキンシャットってから、あれ実際にもねスピナベサイトで去年は釣れたりなんかしてね、
これはいいカラーだななんて思ったんですけども、やっぱ春先は赤だろうなんていうね話で盛り上がって、そういえばビーブルの赤持っていないなと思ってね、赤売ってたんでね、こんな風に買ってきてましたよ。もうね、スピナベで言うと、まあこれとか、なんだろう、ダイワの、なんだろう、スティーズスピナーベとかな、そこら辺が好きなんですけども、なんだかんだね、ビーブルよく釣れるなっていうことで、今回はね、赤をね、大量増資してみました。ね、バーニングシャット、いい色味でしょう、これね。まあ、春先のね、ちょっと風が吹いたらスピナーベイトみたいな雰囲気の時とかね、雨降ったタイミングとか、そういうタイミングでね、使ってみようと思います。ビーブル結構いい色いっぱいありますけど、皆さん何色が好みですか？ね、こんな色好きだよなんてなったら、ぜひ、コメント欄に書いていただければと思います。はい。そんな感じでね、今日はね、お買い物したよ動画なんですけど、こんな感じでね、まあ、往年の名作にもなりつつありますよね。出てからだいぶ経ちますけども、NZ クローラーのオリジナルサイズを一つとですね、あとはですね、ボトムアップのビーブル、これを4つですね、こんな感じのお買い物をしてきたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。